千代田会館は東京都千代田区にある建築物。中部日本放送が当ビルの運営会社の親会社である。千代田会館は1967年3月28日に竣工中部日本放送の東京支社が併設されており、ビルの上層部に CBC、中部日本放送の表記がある。また道路交通情報の拠点である。 日本道路交通情報センターの球団センターもここにある。隣には旧千代田区役所本庁舎があり、千代田会館8階と空中連絡通路で結ばれていた。その後2007年に区役所が現庁舎に移転し、旧庁舎が閉鎖されたため通路も使用を中止し、その後旧庁舎の取り壊しの前後に撤去された。またかつては千代田区公会堂も存在していたほか、 新庁舎が完成する前までテナントとして、千代田区役所の一部の部署が入居していた。現在も1階に千代田区観光協会が入居する。CBC ラジオでネットされている、オールナイト日本は、東京支社で日本放送からの LINE を受け、CBC ラジオ本社へ送られている。また放送用スタジオも設置されており、CBC ラジオの一部の番組はここで収録されている。 千代田海館外館ほか千代田区公会堂は、同会館8階に存在していた多目的ホール。812名収容で、主に演奏会や映画の試写会などに対応していた。しかし、渋谷公会堂の石綿の使用判明を契機に、東公会堂も調査を行ったところ、2005年に石綿の使用が判明し、同年9月の区議会で廃止案を全会一致で可決。 2006年3月に閉館した。退去後には、ジャパンケーブルキャストが入居している。2021年現在、千代田区の名を冠した、区立会館は存在しない。ありがとうございます。